はい。皆さん、こんにちは。機械系男子のケンチです、えー。今回はですね、奥田秀夫さんが書かれた空中ブランコ、えー、こちらをね、紹介したいなって思います。で、これ実は撮影日が今、12月14日で、えー、この空中ブランコね、たったさっき読み終えたばっかなんですよ。たったさっき読み終えて、えー、本当に今、出来たてほやほやっていうか、書いたばっかりの感想がここにあります。で、12月5日から14日、まあ、今日まで読み終えた本で、 えこれね本当に面白い本でもうすぐに進めたいって思ったので今もう読み終えた直後にこの動画を撮ってますでこれねどんな本かってことなんですけども僕が思うにこれね薬みたいな本でその本の内容自体は、まあ、その精神科医の先生がいるんですけどもそこにね、えー、飛べなくなったサーカスの空中ブランコ乗りだったり あとは、ヤクザなんだけど、先端恐怖症の人が、そういうね、患者さんたちが訪れてきて、それをね、なんかまあ、その精神的に病んでる人を、まあ、ちょっとね、変わり者の、まあなんか、色白のデブの担当、ベイチ一ンっていう、この先生なんですけども、まあ、妙な性癖。まあ、変な人なんですよ。普通になんかとんでも精神科医に思える。でも、もしくは、なんかすごい癒される。 結構名ななのかもしれいいっていうね結構面白い本でだからこれなんで薬かっていうとなんかねこの本を読むと精神的に楽になるというか自分のね心のモヤモヤがスッと落とせるようになる自分で落とすっていう感じかなその落とすというか置いてくなんだこんなものに悩んでたんだ自分って思えるような感じで、えー、これねこの、まあ、今の時期 年末年始とかね、年末結構やっぱ行事とかあるし、飲み会とかもあると思います。で、たまにしか会わない友達と話したりとか、なんか会いたくもないのに会いに行かなきゃいけない人がいるとか、えー、年明けにいっぱい仕事が溜まってると、もしくはまあ年末までに終わらせなきゃいけない仕事が溜まってるとか、そういうね、結構、ね、精神的にね、結構ストレスがね、かかる時期だと思うんですよ。そういう時期に対して、えー、この本を読むと、 まあ自分がい、いかにね、今自分がどんだけちっぽけなことに悩んでるかってことに気づかされて、えー、そういう心のモヤモヤをね、自分の手でスッと落とせるようになる。えー、そういう本なのでね、ぜひね、皆さん、これ読むのが遅い僕でも5日から14日なんで10日間で読めた本なので、年末にね、ちょっとこれ買ってみて、えー、1日2日とかで読んでみるのすごいいいかなって思います。 これね実はね、僕ね、最初ね、空中ブランコっていう、この、まあ、タイトルと、あとね、このデザインね、表紙のデザインから見て、なんかちょっと不気味な感じありますよね。なんかちょっと怖いしね。裏にですね、まあ、さっき言ったように、このね、妙な性癖とか、あとはね、なんだろう、なんか書き方がね、ちょっとこれ、僕にはあんまりしっくりこなくて、なんか逆に、その心にモヤモヤが残るような、ちょっとなんか後味悪い本かなって思ってたんですよ。 でも全然真逆で自分の心のモヤモヤをスッて落としてくれる本なので皆さんもぜひ読んでほしいなって思いますで本の紹介はまあこんぐらいで、まあ、感想ですね、まあ、感想って言っても今言ったようなことなんですけども、まあ、読み上げていきます、えー、自分という人間がどれだけちっぽけなものかわかる同時に世の中の人間もまた自分と同じぐらいちっぽけなものだと気づく、えー、世界というもの 人間というものをひどくく小さく感じるなぜか、えー、自分の視野が広がるからである誰しも視野が狭くなることはある自分だけの世界に見えてしまうが目を見開いてみればなんだただのちっぽけな世界じゃないかと思える気が楽になれる小説肩の荷を見つめてみるなんだこれっぽっちのことだったのだもしくはこんな荷は下ろそうそう思える作品です ぜひ読んでみてほしいですって感じですね。ちょっと紹介文っぽい書き方でしたけど、やっぱね、言いたいのがね、その、自分が今抱えてるようなストレスとか、そのストレスって実はね、視野が狭くなるから、それしか見えなくなっちゃうってことなんですよね。でも、ふとね、その自分の目をね、開いて周りを見てみれば、もうね、周りもね、自分と同じぐらいちっぽけなことにみんな悩んでる。だから、みんなが、 どんだけちっぽけなことに悩んでるんだよって思えるし、それが自分にも返ってきて、自分で自分を見てみて、え、俺こんなことに悩んでたのみたいな。俺も結構ちっぽけだなーみたいな <laughs> 思える本でね、本当にね、みんなね、大して自分と変わんない。自分がね、ちっぽけなことに悩んでる。で、みんなもね、みんなでちっぽけなことに悩んでるってことに気づ,気づかさせてくれる本なんですよ。なのでね、結構やっぱりその人間関係とかね、その週年末年始とか、 えー、抱えてる仕事とかね、いっぱいストレスかかるかと思うんですけども、なんかこの本をね、さらっと読んでみて、ああ、自分ってやっぱりちっぽけだし、なんか周りもちっぽけだなーって思えるので、全然そのストレスがね、すっと落ちていく。まあ自分の手で下ろすって感じですけども、なのでこの薬みたいな本って僕言うんですけども、えー、なんかそういうストレスを抱えたときに、この本を読むのが一番早いです。薬飲んじゃうみたいな。そういう感覚でこの本を読んでみて、 いいいのかなって思いますぜひね、この空中ブランコ、すごい読みやすくて、スル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 、漫画みたいに読めるし、自分のストレスがね、どん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 減っていくるのが分かるので、これ本当におすすめなんで、ぜひ皆さんもね、年末とか年始とか、えー、たったね、今、ブックオフだったらね、これ100円で買えたんで、税込110円払って、これをね、1日2日で読んでみて、えー、気を楽にしてみるのもいいかなって思います。はい、えー、今回の動画はここまでです。 えこの動画がね、えー、参考になって皆さんも読んでくれたら嬉しいなって思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。